ブレリオスパッド S61 ブレリオスパッド S61 は1923年に初飛行したフランスの戦闘機である。設計したのはアンドレール部門でエル部門がそれまで採用していた後体角のついた上、翼をやめて通常の服用の形式が採用された。S61 は同時に開発が行われていた S51 とともに フランス空軍の評価を受けたが、両方とも採用されなかった。ポーランド空軍が興味を示し、ポーランド空軍は250機を発注し、ポーランドで生産するライセンスも購入した。ルーマニア空軍からも100機の発注を受けた。軍用とは別に、S61 は、フランスで、競技機及び記録挑戦用の機体として用いられた。 1925年6月25日、ジョルジュ・ペルティエド・ワッシーの操縦で、クープ・ミシュランで優勝し、1927年にも別のタイプが優勝し、1929年には2位になった。1926年8月23日、ジャンカイソは S61-7 で1枚2442メートルの 高高度飛行記録を樹立し、レジオンドヌール勲章を受訓した。ポーランド製の S61 は1927年、チューリッヒで行われた、コピー店へチャードレースで2位となった。30機ほどが、ポーランドの CWL で生産された。ポーランド製の S61 は、 翼の取り付けが弱く、事故を多発し1926年から1931年の間に26人のパイロットが事故の犠牲となった。ありがとうございます。